ウィギン・ケイト・ダグラス・ウィギンは、アメリカの小説家、教育家、少女、レベッカ、ケレー家の人々などの児童文学作品で知られる。1856年、当、ロバルト・ノア・スミス、母、ヘレン・エリザベス・スミスの長女として、ペンシルベニア州フィラデルフィアに生まれる。父親はケイトが幼い頃に死去。1860年に、母親が再婚し、メイン州に移る。 1873年、カリフォルニア州サンタバーバラに移る。その後、幼児教育のための活動を始め、幼稚園教師を養成する学校を創立、妹のノラ・アーチボールド・スミスと共に経営にあたる。1881年、サミュエル・ウィギンと結婚するが、1890年、夫が急死その後ヨーロッパ旅行に出かけ、船で出会った。 貿易省のジョージ・クリスタファー・リグスと再婚、イギリスの社交界でも活躍するようになる。代表作のレベッカ・オブ・サニー・ブルック・ファームやマザー、キャリー、エス・チキンズは脚色されて、舞台でもたびたび上演された。1923年、イギリスの病院で死去。66歳坊津、ありがとうございます。